えーとノーベル経済学賞っていうのがまあ、えー、普通の賞とは違いまして一画角が下なんですけどなぜ角が下かっていうと経済学は本当の学問かっていう議論がまだあるんですね。確かにノーベル経済学賞を取った人がですね、えー、リーマンショックの時のこのデリバティブ商品のようなちょっと怪しげってことないんですけど、まあ、そういった商品に手を染めていったというようなこともあってですね どうも経済学っていうのはなんか、えー、少し学問的な純粋さに欠けるんじゃないかということは前から言われておりますが、まあ、経済学の先生はしっかりした先生が多いんですけれどももう資本主義がですねアメリカまあもちろん最初はイギリスなんですが現在のような金融学を伴う経済学ができてからもう100年経っておりますし また、ケインズとかそういったですね、まあ、経済学の基礎がしっかりできてきたという状態からもう50年以上経つわけですね。それにもかかわらず、まだこの資本主義の大きな欠点がですね、えー、経済学によって修正されない、もしくは修正するような提案がないということはですね、私なんか非常に不満なんですね。というのは、あの、学問というのは興味、興味を持ってやる。つまり、えー、必ずしも、 えっと社会に貢献するためにやるんではないんですがしかし結果的には少しずつ少しずつ学問が進んでくるとですねその分野の、えー、社会の状態というのは良くなっていくわけですね。例えば私なんかの分野ですと例えばあの新幹線ができたり飛行機ができたり、えー、クーラーがあの効率的になったりしてですね まあ少しずつ少しずつですけど人間ですから間違いは随分あるんですがそれでも全体としては良くなっていくんですがどうも資本主義の二大欠点ですね一つは貧富の差が激しくなるこれはもうマルクス・レーニンの時代からだからこそ共産主義っていう変なのができたわけですがそういう貧富の差が激しくなる問題をどうするかっていうようなことは現在のアメリカを見るとですね それが、ま、経済学的には少なくとも完全に失敗しているということがわかります。それから第2はですね、やはり、景気の変動が大きすぎるということですね。これは、あの、えー、景気が、景気を変動させて一部の人が儲けてるという話が長くあるようにですね、景気が変動するっていう事態が、まあ、いわば、えー、現在のシステムの間違いなわけですね。というのは、経済活動っていうのは、 えっと、人が一生懸命働いて、価値を生み出して、その価値の分だけ、みんなが分配を受けるっていうのが、まあ、基本なんですが、その価値というのはですね、え、毎日同じ人が同じように働いていたらですね、まあ、それほど変わるもんじゃないわけですね。もちろん、一人二人は突然サボったり、病気になったりってことはあるんですが、まあ、日本ですと6000万人ぐらいの人が、え、勤労しているわけですね。まあ、それを支える、 まあ、あの働いてない人でもそれを支えるいろんな人たちが家庭でお茶を出してくれたりいろんなことするのもですね全体としては経済活動の一つなわけですね。でこの活動は私の見るところ毎年毎年あんまり変わらないんですよ。変わらないにもかかわらず、えー、突如何とか景気って景気がいいとか言っちゃってみんな歯振りが良くなったり景気が悪いっつって氷河期とかなったりするのはおかしいんですよね。でこれは 特に20世紀に発達した金融学というのはですね、どうも臭いんですよ。要するに本道じゃないんですよね。経済活動ではなくて、経済活動に名を借りた、まあ、いわば主戦土の活動なんですね。だからまあ、もちろん人間ですから、えー、人間の中には主戦土もいる。例えば、政治の中では、えー、つまらない政治家もいる。 それから科学者の中でもインチキ科学をやる人はいるそういう人はいるだけど主体はですね8割ぐらいはまとともなな活動をする人んんだと思うんですよねですからもしも経済学がですね世の中の平均的な価値の生み出し方まあ僕はこれ毎年2%ぐらいは必ず価値を生み出していくと思うんですけどねもっと生み出しているかもしれませんがまあ 少し控えめに言って2%ぐらい。そうするとですね、我々の生活は、まあ、貨幣価値が変わったり、物価が変わったりしますが、これだけ8000万人という、ものすごく大きな、多くの人が働いている日本でですね、平均化されちゃうと思うんですよ。 これはあのまあ私の専門の統計学物理学で統計学の世界ではですねサンプルが増えれば増えるほど分布がシャープになるという、まあ、原理原則がありまして、まあ、それから言えばですねえー、6000万の人が働くわけですから、まあ、家庭なんかで働いてる人もいれればほぼまあ1億人に達するようなサンプルこのような人たちが だいたい同じような道徳感を持ち同じような勤労意欲を持って働いているんであれば <laughs> 毎年2%ずつ生活が豊かになっていくっていうふうになるはずなんですね。この生活の豊かさこれ今は GDP で測ってるんですがそういう点で言えばですね1990年から2020年までの 30年間にわたって GDP はほぼ同じ450兆円でありましてしかもその消費税が増大してますからえ国民の可処分所得という点ではえ400兆円に下がっているということなわけですね。それじゃあこの30年間国民は全く働かなかったか価値を生み出さなかったかって僕は生み出していると思うんですよ。もちろんこれについては これを言ったら経済学者がわーっと反論します。私も経済学者の友人がいっぱいいますからね、どういう反論が来るかわかっています。それはデフレなんだとかですね、貨幣の計算が違うんだとか、あいつが悪いんだ、こいつが悪いんだって理屈はいくらでも出るんですが、トータルとした学問ですね。私は誰を非難するっていうんじゃなくて、学問っていうのは他の人を非難しなくなって全然良くて、えっ、ー、と、学問が進歩すればですね、新幹線が走るようになるってことなんですよ。 だからその結局新幹線が走るようになる例えば今から50年前から見ればですね例えば移動手段はすごく新幹線とか良くなったしそれからえ寒い暑いもですねエアコンの性能がすごく良くなってまあどこの家に行っても昔みたいに火鉢1つとかそれから瞬間湯沸かしもできて女の人も赤切れしなくなった。 ももうあらゆることがシャンプーにしてもですねお風呂に入ったシャンプーにしても非常に性能が良くなってきているつまり少しずつ価値ってのが上がっているそれがなぜ経済学だけは違うのかみんながビクビクしてるんですよ特にお年寄りなんかも、えー、もうおいぎ短いからお金を使おうと思ってもですね年金がどうなるのか突如インフレになるのかなんか MMT とか言って お札をうんとするとか言ってるし、その人たちは年金生活者のことは頭に入ってんのかなって常に不信感があるんですね。それはなぜそうかっていうと経済学がどっちを向いてるかわかんないんですよ。政府なのか、お金持ちなのか、庶民なのか、高齢者なのか、全然わかんないんですね。だから不安で不安でしょうがないわけです。私はあの、ま、経済学の人が まあ学会なんか随分あるし難しい議論は随分してるんですね。でだけどもなんかちょっとね批判が強いんですよお互いに。罰も強いしですねこれは多分学問がですねこう積み上がっていってないんじゃないかと思うんですね。あのどうして積み上がっていかないのか分かんないんですけど例えば我々の分野ですと、まあ、例えば材料学なんていうのを積み上げないとですね えー、かつては飛行機も落ちることがあったコメットなんていう飛行機はいろいろ間違ってですね疲労を破壊して随分多くの人が亡くなったしかしそれはだん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 積み上がってきまして学問が正確になってきてもう飛行機はほとんど落ちなくなってまいりました、まあ、そういうふうに少しずつ少しずつ目に見えた改良っていうのが加えられていくんですねでなぜ経済学が発展していかないのかつまり不安定な方向不安定な方向に行く えー、貧富の差は激しくなる。景気の変動も激しくなる。それから一変にドイツ銀行が破綻するとかですね。また、ドイツ銀行は銀行ではないなんて僕の前も言われてですね。<laughs> いや、まあ銀行って名前つけたら銀行でいいじゃないですかと思うんですけど、そういう細かいことも含めましてね。何かはっきりしない。それは僕から意地悪く見ますとね。どうも経済学は科学ではなくて、 何か金儲けの手段としてて使ってんじゃないかとでその犠牲が国民全体に及んでるんじゃないかそうすると学問としては成立しないんじゃないかつまり特定の人だけ、えー、楽をするようなものは学問とは言えませんからねそれは全然別でで知的興味はないのかつまり貧富の差がなく働いただけ給料が上がり楽になるそれから変動もなくて安心して 働いたら働いた分だけ自分の生活が楽になるというシステムがいつの日にできるんだろうかこれは経済学者の方で一つ奮闘してもらいたいと思います。